人間はどうしたら楽に生きられるのか。突然イレギュラーに起こることへの悩み、病気、失恋、事故、老い、挫折、そして死への恐怖、それをすべて排除し理想を可能にした近未来、すべてが整然と整った世界。マザーセオリーというコンピューターに管理されている人間と管理している側の人間、その世界を守るために存在する神のような存在。そこにサンプルとして管理されていた感情を持った人間たちは、この世界に違和感を感じる管理側の人間と神側の存在が相まって、ある事件をもとにこの世界を破壊しようと企てる。本当の痛み、友情、いろいろな愛の形、人間と神という極論をダンス、アクションを交えて描いた笑いあり、涙ありの超エンターテインメントストーリー。